えっと、レーシックをやってる眼医の、そのなんか、まあ、あの、レーシック系の委員は置いといて、あの、普通の眼科医でレーシックやってる人って僕ほぼ見たことないんですよね。あと、あの、大体いい眼科医ってコンタクトレンズじゃなくて眼鏡なんですけど、 <laughs> っていう事実から踏まえて、あの、眼科医はックを信用していないし、コンタクトレンズも信用していないっていうのがわかるので、なので僕は、あの、メガネでいいんじゃないかなと思いますけど、はい。 えー、不景気なのに、増税やクーポンや在日外地に媚びを売ったばかりで、岸田政権支持率がいつも低下してますが、もし目的が日本人を苦しめるなら、なぜに国民の財産を募集したり明確にしないんでしょうか国民を耐久不可実験してるのではないかと思ってしまいます。民をじわじわ苦しめるなら、検討を加速したりせず、もっとうまい方法があると思うんですが、また医療機関が民を苦しめると言ったら、前に言っていた飯松以外で何をしますかえっと、あの、岸田首相は良かれと思ってやってるんだと思います。要は、 あの、かれと思って間違ったことをやり続けるというのが、最近の自民党がやってることなんですよね。あの、昭和の時代に、あの、自民党がやってたことは正しかったと思うんですよ。もうそれは昭和の時代に正しかったことで、もう時代が変わりましたっていう状況でもありだから、昭和のやり方をしてるんですよね。要はその昭和のやり方ってどういうものかっていうのでいくと、和を持って党と市とすっていう考え方と思うんですけど、その自民党の人たちって基本的には会議で、 そのみんなが賛成するためずっと会議をするっていうのが割と自民党の方針の一つだったりするんですよね。なのでいろんな委員会とかでの全員が賛成するまではもうどんどんずっと議論をし続けるっていうのをやるんですけど、で、それやるときって、要はみんなが納得できる状況って全ての人が同じ情報を手に入れてるっていう状況なので、 だいたい何かをやろうとするときって、もう遅いときなんですよその、えーと。政治家の人がその、日本がうまくいってるというふうに思いがちで、って、政治家の人って周りは政治家だしで、政治家に寄付するような人に会うんですよ。なので講演会だったりとかって、それなりに経営がうまくいってる人なんですよ。要はその経営うまくいかなかったら、政治家の支援なんかやる暇ないからね。 なので、その、自分の周りにいる人はそれなりに回ってるから、あ、日本はうまくいってるんだって思いがちなんですよ。なので、自分を支援する人以外の人に目を向けられるかどうかっていうの結構大事で、で、政治家を支援できるような人って、基本金持ちが暇な人なんですよ。なので、その、政治家のなんかボランティア手伝いますって言ってる人って、働かなくても生活できる余裕のある人なんですよ、ボランティアができるって。だから本当に貧乏な人は、そんな暇ねえよっていう。 要はあの、仕事二つ掛け持ちして借金返してますみたいな人だと、政治家のボランティアをするような暇すらないんですよ。なので、その、どれだけ自分と関係ない人を見ることができて、関係ない人を助けようと思えるかどうかっていうのが、割と政治家にとって重要なんですけど、ただ、残念ながら、あの、政治家のボランティアもできないぐらい貧乏な人は、投票に行く暇もありません。<laughs> なので、 あの、本当に貧しくて忙しくて大変な人が、いくら幸せになるような政策をやったとしても、残念ながら投票には来てくれません。<laughs> なので、貧乏な人は、より貧乏なのはずっときついままっていうのが日本の構造なんじゃないかなと思います。 えっと、岸田総理は国民をいつめ、うやむやにごまかそうと批判号々ですが、もしかして日本全土を住宅地にして、将来日本国民を働かずに、外国人に働かせ生きて、生きていける国に住むつもりなんてことは間違ってもないんですよね。えー、外国人を受け入れ、外国への支援、税金上げ上げ投資しなさい、日本の産業への対応、えー、などを見聞きしていると、もしかして自分が嫌われて将来維持に祀り上げられたいのかなと思います。ないでしょうけど。長期的にどうするという思想を多分自民党はないんですよね。 ま、結局その、あの、ま、日本の政治自体が、ま、しょうがないんですけど、あの、ま、総理大臣がどういうふうに選ばれるかっていうと、あの、日本の国会議員の半数が、こいつが総理大臣がいいよねって言った人がなるんですよ。なのでそうすると、国会議員の半分の人に、都合のいい人が総理大臣に選ばれるわけで、その、将来的に日本がどうするべきかという視点で、あの、国会議員やってる人はほぼいないんですよ。 じゃあ日本の国会議員どういう人っていうのと、例えばじゃあその建設族みたいな人だと、自分たちの地元の建設産業にお金を配りたいとか、じゃあそのお医者さん系の人とかだと、その医療法人になんとか補助金をいっぱいつけたいとか、で、教育系とかだと、なんか謎のなんとか学園みたいなところとか、なんか田舎に獣医学部とか作りてみたいなところで税金を流したいとか、あとオリンピックやりたいとか、 あの、ま、旅行系のところで、あの、コロナが流行ってるに向かわず、旅行に補助金出そうぜって言って、日本中にこんなのウイルスばらまいたりとか、っていうので、割とその国会議員の人たちっていうのは、自分に票をくれる人たちに金をばらまくというのを目的にしている人たちっていうのが、自民党に多いんですよ。で、あの、野党にはあんまりないんですよ。なぜなら野党は政権を持ってないので、 例えばじゃあ、その旅行業界の人が野党にいくら票を入れたとしても、旅行業界にお金をばらまくというのは野党はできないので、結果としてそのお金ばらまいてほしい人は自民党の政治家を応援するんですよ。で、自民党の応援された政治家は、まあそこで票ももらえるしお金ももらえるので、そのあの、給付みたいな形でね、献金とか。なので、そのなんか何とかして税金引っ張って配りたいよねってなると、今生きている人たちにいかにお金を配るかっていうのをずっとやり続けている政治家の方が長く続くんですよ。 いその、なんかあの、こういう政策がいいよね、みたいなので言うと、時代によってそうじゃないよね、とか、もっと若い人がいいよね、とか移ろっちゃうんですけど、じゃあ、この業界に金引っ張り続けますって言うと、その業界がある限り、その政治家受かり続けるし、献金ももらい続けるんですよ。 っていうのがあって、なのでその自民党の半数が押しているということは、イコール、現段階のいろんな業界に金を配り続けるというところが、まあ、あの、過半数を取り、で、そういう人が総理大臣を選ぶので、なので、今の業界にお金を配り続ける人というのが総理大臣になるというのが日本の構造で、昔はそれでもよかったんですよね。あの、日本の産業というのがちゃんとあの、外国からも収益を上げていて、日本人が割と幸せになってるっていうのがあったんですけど、ただ、今を優先した結果、少子化 対策しなないよねととかか本来であれば IT とかに投資すすべきなんですけどその、平均年齢が上がりすぎてしまったせいで、その少子化対策で若い人たちのお金を払うというのが見えなくなって、で、年寄りが多くなったせいで、IT とかもわからんからそこにお金突っ込んでもしょうがないよねってなって、IT をアドバンチにして子供を増やすというのもアドバンチにして、で、平均年齢上がり続けてるので、その高齢者同士でお金をぐるぐる回してるっていう状況になっちゃったんですけど、それが良くないよねっていう、 人たちが少数派のままなので、なので変わらないんですよね。で、岸田さんは聞く力で多分いろんな国会議員の話を聞いてるので、結果として今までの自民党政策と同じようなことをし続けるっていう。えー、経費回復に対して税金を下げた方が消費活動が増え、体感的豊かになると思いますが、いかがでしょうかはい、賛成です。 で、タバコ税の逆で一箱あたりは安いけど、数人が多いから税収は今と同じくらいやったようです。数年実験的にやってみて、仮に失敗しても国債のお金を発行すればいいんじゃないかと思います。えっと、消費税っていうか、あの、税金下げると、あの、経済活発になるっていうのは別に、あの、もう証明されていることなので、なので僕、消費税下げるとかは賛成なんですけど、まあ残念ながら、あの、うん、今の自民党の人たちが、えっと、本質的には日本経済を良くしようと思っていないので、消費税を下げることはないんじゃないかなと思います。 え、先ほど経営家屋にタポコゼンの例を出したものです。なぜ与党は日本を豊かにしようとしないのでしょうか年収900万弱くらいだったんですが、ほとんどん生活中の方だったら辛いです。日本は大好きですが、買い替えに行けさせていただきます。えっと、日本を豊かにする必要がないからです。あの、えっと、まあ、日本を豊かにするのであれば、少子化を解決して子供を増やした方がいいんですけど、子供を増やすためには、大体20代から30代の女性にお金を配る必要があります。 まあその子供が産める年齢というのは20代、30代の女性なんですけど、じゃあ20代、30代の女性が生活が不安がないようにするためにお金を配りましょうっていうと、40代、50代、60代、70代の女性も反対するし、全世代の男性も反対します。なので、そういったことしない方がいいよね。で、結論として、あの、日本の3分の1の人は、日本の住民の3分の1は年金をもらっています。 なので、年金をもらってる人が、あ、今の政策を続けた方がいいよねっていうふうになると、そのまま投票してくれるので、なので年金世代が幸せになるようにするっていうのが、政治家はやり続けて、票をもらうっていうのをやり続けます。 で、あと、族議員みたいな、例えば、あの、じゃ優勢族みたいな、あの、郵便系の人たちとかは、郵便系の人が幸せになると、投票もらえるし、建築族みたいな人は、建築系の人が幸せになると、投票もらえるし、あの、文教族と呼ばれる人たちも、じゃあ、大学の、なんか、あの、職員とかから投票もらうために、大学の補助金とかバンバン入れたりすると、そこから票もらえたりっていうのがあるので、 で、20代、30代の女性が、その、俗議員みたいな形で、この人たちを幸せにすると、票がもらえるよね、とか、お金がもらえるよね、とか、寄付がもらえるよねっていうのないので、基本的にはその構造は全く変わらないと思います。っていう状況なので、えっ、ー、と、えー、その、政府なりに期待をするよりも、個人が物事を何とかできるようにして、生き残るっていう形じゃないと、もう、 無理なんじゃないかなと僕は思ってるんですけども。